大阪でのんびり暮らせばいいじゃんいや何だよもう悪くはないよ決してうんうん悪くはねえんだけど 弟と仲悪いの連絡取ったことねえなもう十何年取ってねえようんうんで親父は俺んとこに手紙を送ってきて弟にも送ってるらしいけど弟は親父に会いに行ったらしい会い あーそこ会いに行ったみてえでおー、俺余計なことやんのやだから、俺は行,くん行かないようにしてる。うん。うん。うん。やつか、あいつがなんとかすりゃいいんだろう。いつかどうか分かんねえ、んなな うんそれはいつかどうか分かんな、ね、いずっといてほしかったないやししずくなじゃ確かに俺はね関東の人間なんだけどイメージは大阪は あのー、ちょっと誤解してた部分が多かったのよ。これは本当申し訳なかった。うん。うん。進んだら、OK。うーん。人はみんな、 悪いんだけどよ悪意のある悪さじゃねえからでもああでもなたまに立ち飲み屋とかで喧嘩してるおっちゃん連中いるけどな、うん、態度が大きいからなあ俺立ち飲み屋とかで飲んでると声かけられるけど 大阪一度か一度はおいで。それグランシャトーじゃないかよ。オシャレウィック、うん、秋、うん。コンュ障じゃない。文字追っかけてんの。これが仕事だから。うん。 グリコのとこで野田しか声かけられてなかったねもうダメだろお前もコンクス野郎だよごめん記憶戻してくださいいつの話だよそれ三角公園だろタコがグリコじゃねえよだらら